どうも、矢部田昌一です。本日のテーマはオネゲル作曲の公共的運動第1番パシフィック231です。オネゲルは1892年にフランスで生まれた作曲家です。フランス6人組の一人としても知られています。オネゲルの代表作でもあるパシフィック231は蒸気機関車をモデルにした作品です。公共的運動第1番パシフィック231。公共的運動、普段あまり聞き慣れない言葉ですが、オネゲルは第3番まで作曲しています。2番ではラグビーがテーマとなっています。最近日本でもラグビーが人気になっているので、今後演奏される機会があるかもしれません。第1番から3番までの中では、第1番のパシフィック231が圧倒的に有名です。タイトルのパシフィック231は蒸気機関車の車軸配置に由来しています。蒸気機関車が発車して加速して最後停止するまでをオーケストラ曲として表現しています。蒸気機関車のスピード感だけでなく、蒸気機関車の中で作業をしている人々の慌ただしい姿まで表現しています。そして最後は蒸気機関車が停止するように音楽も徐々に停止していき、音楽は終わります。最近全音楽譜出版社よりパシフィック231の楽譜も出版されました。これまでよりもより身近に楽譜を見ることができるので、ぜひ楽譜を見ながら音楽を聴いてみてください。音だけで聴くよりも楽譜を見ながら見ることで、視覚的にも音楽を把握できるので、より楽しめると思います。パシフィック231は約6分ほどの曲です。オネゲルが蒸気機関車を発進させて加速させて、そしてどのように停止させたか、音楽を想像しながら聴いてみてください。現在ではスペースシャトルはもう使われていませんが、次世代の宇宙船が2019年末に発射されました。スターライナーです。今後スターライナーの曲が作られるかもしれません。